来た。やべえな。やばっか。やばっ。こちらはの、そこから焼くときに混ぜてお召し上がりください。これはそこから混ぜるんですか。はい。やばいね、これは。これはやばい。やばいな、これ。これは、勝ち組感がやばい。飯テロ、テロでしょう、これ完全な。ちょっと待って、これでかすぎて。でかすぎて、すごい、もう。ここら辺かな、ここら辺かな、角度的に。じゃあ、乾杯すっか。乾杯、乾杯、ケピー。混ぜないといけない。すげえな、これ。やば。混ぜて、ストロー悪いよ。なんかね、もう沈んでいく。あ、うまこれ。やばい、これは。これはもう、これはもうやばいな。あ、うま。あ、うま、これ。やば。うん、テラス、テラス。これ、絵面的にテラスだなって。ないね。ああすげえ。すげえな。さっき話してたの配信外で2人で、こんなん来れるってすげえなっつって、4ヶ月前の俺らじゃ無理だったよねっつって。宿がねえっつったの。飯食えねえとか宿とか家賃払えないとかそんなこと言ってたの。これココナッツミルク、ココナッツアイスティー、ココナッツミルクアイスティー、甘い、ココナッツミルクも超いい、ココナッツミルク、ケピー、パイン好きだよ、今日も朝パイン食いまくってたもん、うん、やばいよね、バックもね。もうこれ対談、対談だよ、これも完全に。てーんって。てーん。あなたにとって、リスナーとは何ですか？財布です。財布ですか。ってなるでしょうね。情熱大陸風になるでしょ、これ。あれでしょ？なんだっけ？なんだっけ？有名なやつだ。あれだよ、あれ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 も知らないと笑われちゃうよ。うまっ。ブルーハワイか。そこがすごすぎて混ざらないんだよね。なかなか傘もすごい。食べちゃう。あ、沖縄の傘だ、かわいい。沖縄の傘だ、かわいい。観覧車もええな、この火とこの炎の、うん、なんかもうロケーションがヤバすぎるな。雰囲気いいよね、ヤバいよね。
いや、いいんだよ。閲覧なんて追いついてくるから、いずれ。だって、先輩方キャリアが違うんだもん。面白いことやってたら閲覧伸びるよ。やべ、来た来た。失礼します。これ何ですか？ピザ。ピザ？ピザじゃない。何があるの？ですね、オイスターの浜焼きです。お、来た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 、これ。はい、ラージ。あー、すげえ。あ、牡蠣の。え、牡蠣。牡蠣だ。うわ。やば。この身でレモン絞ってお召し上がりください。右の方から柚子醤油ご用意してます。髪ちょっとかがんで、こっち向いて。あ、いいね、それ。それいいね。はい、ナイス。牡蠣が来ましたよ、牡蠣。これは何で食うの？これ？これ？これはそれで食ってるんだ。剣の。ハッシュみたいなのが熱くなって大丈夫ですか？熱いよね。なる。それをかけるの。これや。あぶない。これもわかんない。やば、やばこれ、やっば、うん、まっ、これうまいわ、これやば、うん、まっ、うん、まっ、うん、まっ、なんだこれ、うん、まっ、うまっ、やばやばいよ、みんな超起きた、なんか来た。お待たせしました、新アヒージョ。はい、はい、アヒージョ。なんだ、チャーナーの方によろしいですか？はい、これは何ですか？オイル、こちらがシュリンプアヒージョでございます。シュリンプアヒージョ、はい、ありがとうございます。こちらはオイルにバケツをつけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。やばいな、やばい、気にする、厳しいな、ちょっと厳しいね、やば。シュリンプアヒージョ、これはなんかエビの、エビの。おー、ありがとう愛国者さん。ねえ、絶対うまいでしょ。めっちゃ贅沢なんだ。うわ、こういうのがめっちゃうまい。やばいやばいやばい、これ。お、これ、おい、ロブスターピザご用意してます。あ、来た来た来た。うわ、うわ、これ、これね、すっげえうまい。やばい。うん。あの、お箸みたいな。あ、はい。フォークです。あ、かしこまりました。これめちゃめちゃうまいよ、これ。パイピザ、パイピザ来たよ、みんな。パイピザです。
しいで大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。次だ。やば、うまっ、やばうん、めえこれ、うまい、めちゃめちゃうまい、やばいよね。マジやばい。ほんまグラタンともパイともやば、めっちゃうめえ。こんばんは。これやばい。すごい全体的にもう味がついてる。チーズがうまい。やば。加賀さん仲いいっていうか一回も会ったことないよ俺。あ、一回あるけど、あ、仲いいわけじゃないよ。なんで？オリーブオイルをこう海鮮で、やば、やば、うまっ、うまっ、うまい、やばい、やばい。背景は最後のお楽しみです、うん、やべえ、超幸せ、やばっ、俺のおごり。ここ俺出す。ここは高い。マジで。いいよいいよ。ここ俺出す。ここはやばいやばい。いいよ、有限定とかもホテルとかもいろいろあるから。ここは俺出す。ここ出させてもらってやばい。いいよいいよいいよ。ここ俺出す。やばいよ。大丈夫だよ。多分3000円ぐらいだよ。多分3000円ぐらいでしょ。余裕。ここは俺のスカルテル。ねえみんな。うまっ。なん、大丈夫大丈夫。4、5000円しても大丈夫だから。大丈夫大丈夫。あっ、ここ、うん、うまうまっ、何これ、こんばんは。楽しんでてね、みんな KP。 やば、ピザがすげーうまい、これ。うん、幸せ。ノンアルコールカクテル。ピザうまいな。いや、うまいね。うまい。これやっぱ。かき詰めすぎるでよ。飲み物めっちゃでかいわ。すげえでかい。めっちゃでかい。大体金杯さんの顔の大きさと同じぐらいだね。大体金杯さんの顔の大きさと同じぐらい。こんばんは、SR さんいらっしゃい。
待っていきたい。 OK。 お酒は飲んでないよ。ノンアルコール。あとで明細出してもいいよ。そういうなんかほら俺らもうあのそういうことできない立場になったからもうあのがんそういう頑張り方しなくてもいいポジションにいるから俺ら。捕まってファンを悲しませることができない立場になってしまったから。スマップだから。ねえ、観覧車綺麗だね。観覧車も綺麗だけど、お前らのコメントが一番キラキラしてるよ。いつか言うと思ってた。何が？あの夕日あたりで絶対そういうって言うかなと思った。ああ、いや、最高だよ。誰か配信者で仲いい人別荘買ってくんねえかもうなんかいつでも使っていいよみたいな。もう食べて食べて。このオリーブオイルでさ、海鮮を煮るっていうかさ、この発想すごいね。でこのオイルボーイルつけると出汁になるの。やば。うまっ。だって俺本気でこのオリーブオイル家に持って帰ってロハコさんにパスタ作ってあげたいの。このオリーブオイルで。これかな。ありやな。これをテイクアウトして。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしていってください。コメントありがとう。もう別荘とかを買えるぐらい成功したんや。俺札幌に買うからテル宮古島に買ってよっつって。沖縄ね、片道1万1000円だったよ。俺は片道1万1000円だった。飯めちゃめちゃうまいよ。なんで俺を雇うんだよなんで俺を働かせようとするの。その店潰れるわ
な、飲み物飲み物のメニューいただいてもいいですか。どっかにあるの、これか、うん、あ、あるんですか。じゃあお下げしてもらって、下げちゃってください。なんかおしぼりみたいなのってないですか。あ、ちょっと待ってください。はい。おれんさん、こんばんは。そう、一服すぎるわ。うん、うん。前作で調子悪いっす。楽しいんだけどね、前作でちょっと体調悪いっす。ちょっと調子がすごい悪いっす。沖縄めっちゃ暑いの。おしゃれな店でしょ。あ、ドリンク飲むって、うん、ノーアルコールの、あれ、あ、これか、オレンジマンゴーサンセット。はい、大丈夫。全速の薬持ってきた、持ってきた。多分いきなりこう気温が多分もう変わったからさ、結構デリケートやな。気をつけて。結構俺デリケートな人やからさ、気をつけて。急に聞くな。だから湿度とかの関係もあるやろな、ほんま。その香りデリケートもない。そう関係ないから。明日は、あの、名護の方行くからさ、上の方行くからさ、うん、明日多分、同時枠開けると思うな、うん。明日から俺配信できるからよろしく。同時枠開けると思う。エリアをちょっと変えて、こう、するから。今の時期ちょっとしんどいよな。うん。マミューカファニーって何なんですか。試してみてってすごい、もう試してみるわけだ。明日朝やな。朝、まあ飯食って多分10時ぐらい移動して11時半ぐらい、まあ昼前ぐらいに行くわ。青ちゃん人の気持ちさせなきゃ。俺俺が座ってたら電波悪くなった。俺が原因なのかな。治った。マンゴーファンタジーじゃないの。誰がそんな頼んだよ。
マンゴーファンタジーじゃないの、今多分安定でしょ、今多分安定だと思う、大丈夫よ、ちょっと待ってね、最高だなこれ。初見さんいらっしゃい、ブラックさん、もしよかったらフォローしてください。電波安定しねえわ。これのはね、あのココナッツミルクティー、ココナッツミルクティー、ブラックさんフォローありがとう、フォローありがとう。岩に体削られる。3時ぐらいに行くといいのかな、2時とか。明日、まあ、朝飯食べて、うん、でお待たせしました、ライクロブスターオーブン焼きご用意しています。ちょっと待ってください。ごめんなさい。はい、大丈夫です。あ、これは豪快だな。これはやばい。これはやばいね。これはやばい。これ。はい。はい、成功者。はい、成功者。これね。ラージサイズの、一番でかいラージサイズの、見たい、あ、行っちゃいますか、行っちゃいます、行っちゃいますか、すげー、なんだこれ、これ卵やろ、これ卵、半分取れてないじゃん、あ、バラバラ、わわ、これはやばい、これさっき掴んだやつでしょ、そうそう、いただきまーす、うまそう、やばやばいった。顔芸。またまた。絶対そんなオーバーだわ。やりすぎだよ、いくらなんでも配信だから。うまうま。そんなオーバーなリアクション俺認めねえから。うま。うん、まやばやばうまうまやばブリブリうまやばこれだからもうそのまんまの味だよね多分、うん、オーブンでバー焼いてやば何かうん、まなんだこれ、うん、うまっこれはやばいわ、カニとエビの景観みたいな、うん、すげえな、なん
だこれ。カニの、カニとエビの本当に中間。その味はカニみたいな、うまくて、食感は少しプリッとしてる。うまっ。やばっ。すげえな。バリバリ行きたくなるの分かるわ、うん、うわあ、うまうまうめうめ卵がやばいね、これもマジうめ、卵いい、やべ、味が、マジやばい、マジやばい、あれ、うまい、やばい、やばい、なんだこれ、うまっ、こんなうまいものがあったのか、世の中に、世の中にこんなうまいものがあったのか、うまい、ロブスター食わないとダメだわ、うん、うまっ、うまっ、お待たせしました、ロブスターのチリソースご用意しております。おい、卵、卵、いや、俺あるか、ありがとうございます。そのまま行くんかい、やばい、お姉さんも笑ってるでしょ、やばい、お姉さんも店員さんも思わず笑っちゃったよ、もうはしたないわーっつって、エビチリ来ましたよ、エビチリ、これもこれ、はい、ラージです、もちろん、これもラージ、もちろんラージです、はい、やばいよね、ロブスターのエビチリ、はいはい、成功者、はい、成功者、はい、勝ち組、勝ち組、これはやばい、やばい、うまっ、嘘、やばい、うまっ、うまっ、マジ爆うま、やばいなこれ、エビ、あ、いい匂い、やばっどうやって食うんだろう、すげえ身が入ってるけど食い方がわかんねえ、やばい、こいつ食いて、超うめえ、カニのここの部分超うめえ、どうやって食うんだろうこれ、うま、ん、すぎる、こんなうまいものある？うまっ。
中にこんなうまいもんあったんだ。知らなかったわ。あ、香川さんの店、あ、行くよ。ビジネス店長やるよ、二人とも。もう人類で初めてロブスター食ったやつ、すごい驚いたのね。めちゃめちゃうまい。味噌もうまっ。止まんねえもん。どうなってんのこれマジで。味噌うまっ。どうやって食うんだ。食い方がわかんない。エビか、すっごい。あ、やば。あ、うまっ。なんこれ。こんなことあんだ。この部分ってどうやって食うんだろう。これ食いも、あー、うまいのあるじゃないか、これ。やっぱ、うまっ。苦いな。ここ食うところじゃないな。ここまずいな。やば。やばいなこれ。正解だわ。青山がここ行ってーわーって言ったのよく分かったわ。そうだろう。うん。これは大正解だわ青山。あ、すいません。はい、もう手でこう。止まらんわな。
子供食ったらさ、これ子供食ったらお兄ちゃんこれ毎日食べるって言うよね、絶対ね。これ絶対子供に食べさせたらダメだわ。毎日ダダこねられる。やば。クックドゥのエビチリ食えなくなる。最後に何食うってた俺これ選ぶかもしれないロブスター今のところロブスター食って死にたいわませんロブスター食っても死にません。死なないです。何やこれ。どっから出てきたの。どこの引き出し開けたのよ。多分下の方にある引き出しだよ、うん、なかなか出さない引き出し。なかなかこういうことしちゃうの、ん、うますぎたんだろうね多分。コメント止まってる？うん。またこっち止まってるわ。あ、いいよいいよ。エビに集中できるわ。正しい食い方がわかんねえ。これでも、最初のオーブン焼きのが好き。あー、プレーン。プレーンうまかった。プレーンが一番、プレーンが一番うまいな。うまいね。しかもなんか、かけなきゃいけない、なんかオイルみたいなのかけないで食ってうまかったもん。うん、種類があるからな。うん、カニはもうカニや。カニはカニ。いや、カニ全然味違うよ。だいたいサイズもさ。いや、味全然違う。違う違う違う。エビって変わるよ。手でいく。
儲かってるやろな、これ。あCM やってたの知らないでしょ、レッドロブスターが。CM、昔テレビでやったの知らないでしょ。最終的に。俺、バブルだったから結構テンポ差あったんだよ、ここ。テルテテ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 テ。知ってるよね、みんなね。レッドロブスターって。お、そうだ。うん。昔は都内とかにいっぱいあったの、バブルの頃は。レッドロブさん。レッドロブさん。あ、そうなんや。そうそうそう。でも今もう激レアになっちゃった。あ、そうなんや。だから子供の頃あのパイ食ったことあるから知ってたの。ただエビ食えなかったもん。やっぱロブスター食いに来ないとダメだな。言えないよね。タバコ吸わなくて大丈夫。俺行ってくるわ。油断するとやばい。すると席がやばい。なんでやろうな。この人も一緒やろな、俺多分。なんなら俺今日あの夕日の時点で眠かったから、寝落ちそうだったもん、あの夕日で。まだかなーみたいな。もうちょっとでご飯食べれるやろなーと思ったからね。病院行く
次は何これこれいいやん。ガスで。とりあえずホテル泊まってもう一泊したいな。そこもちょっと移動したくないよな。もう一泊したいな。お待たせいたしました。アップルコーラでございます。そしてブロネでお助けしましょう。チョコレートウェーブでございます。あ、チョコレートウェーブ。うわー、すげー。結構ボリュームが。結構あるっすね。食べれるかな、これ。よいしょ。食べます。大丈夫です、大丈夫です。先いただきます。はい。お酒でも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。チョコレートウェーブやばない。やばない。ここはどうなコメント復活した。どうも。この焦り方は焦るだろ。とんでもないもんに襲われたリアクションだったから俺も怖かったもん。うん、なんでここを上下しとった。ここばっかり。いやだから俺には見えないから。とりあえず動いたればなんとかなるかも。治った。
来ればよかったのに、ああねえ、もったいねえ。Twitter にアップするかじゃ。ダメだ、電波ねえや。ツイッターにメッセロ画像上げようとしたらカクカクになっちゃった。申し訳ない。あれだろ ?6000 円ぐらいでしょ ?6000 円ぐらいで絶対。そんなしないって。ちょっとじゃあリスナーさんにだけ見せて。リスナーさんにだけ。6000円ぐらいで。これ今日俺のおごりだから。今日は俺のおごりだから。いくらぐらいか伝わった?余裕だよ、余裕だよ。やっぱ年齢俺が上だし、あんまテルにね、全部出したらダメだから、俺そういうの分かってるから。5000円とか6000円とか全然余裕だから。ちょっと見てよ。全然余裕、全然余裕。大丈夫ははははは。すいません。あ、俺出すよ、マジで。いい。この前おごってもらったから。一号出せ。いいよ。いいよ。いい、マジで出す。マジで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 。リスナーさんにもお世話になってるし。
ごちそうさまです。領収書ください。領収書はい。おい、TCP の状況だ。花火投げて考えよ。花火を投げて考えよ。ごちそうさまです、言えや。何やってんの、お前。TCP の、あの、あれを受け継ぐ者たち。まだゴチじゃないから。ごちそうさまでした。いい、それ大丈夫、大丈夫。どないな味？濃い、濃い、アメリカン。ありがとうございます。カツさんありがとうございます。いつもすみません。やべえ、ジーパンベトベトになった。あかんあかん。あ、やばいこれ。やばいやばいよ。フォローしてね。ここで言うのが一番効果ある。フォローしてくれるよね。今が言う時だよ、今が。あ、花見ありがとうございます、ユニさん。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。カツハト参加ありがとう。おー、レンさんフォローありがとうございます。昨日フォローさせ、あ、ありがとうね。出るとキスの顔じゃん。ダメね。誰やろ、ワンタロウかな。相手が、相手はお前だわ、どう見ろ。俺とワンタロウか。そうだね、これからガンガン行かないとね、マジで。マジで。これからガンガン行かないと。配信会で言うと、じゃあ、みんなワンピースって知ってる？漫画とかアニメの。ワンピースで言うと、どの辺のポジションに来たのかな、今。はい。はい、あ、名前、平和の輪に道で。平和の輪に道。はい。気球とかあんの？気球、電波あるかな？俺、気球乗れへん。高いのダメ。高いの？あ、乗るって。気球に乗りたいって言ってる。どうしても。気球乗りに来たんだったの。はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあ、お次ですね。はい、すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、とんでもない。待ってね、あの機材畳むの時間かかる。
今三浜、うん、三浜今三浜おるよ、アメリカンビレッただいま汗だくおじさんです。じゃあ行きましょう、ごちそうさまでーす。あれ雨降ってる。じゃあ皆さんお楽しみいただけたでしょうか。楽しかったみんな。今日は海と水着ショッピング、海水パンツ上下と、あとなんだっけ、ポロシャツと、買い物、え？結構買った。いや、3枚。上の水着と下の水着と、あとなんだっけ、ポロシャツ1枚買って。で、こんな感じでした。あとは海見てね、超綺麗な動画。あったんで。ちょっと一旦休憩します。夜、雑談するかどうかは、わからないです。じゃあ、テルジャンピンと、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんだよ、もう。やめる。